今回はドラマやですね、舞台でやる女性役についてね、うん、なるほど、あ、男性がする女性役ですね。そう女装ってことですね。それについて話していきたいんですけど、最近なんかツイッターで話題の、まあ、女性の役をやってめちゃくちゃ可愛いっていうあったらしい人がいて、僕以外にいるんですか。おっとすごい当然の顔です。すごい角度から入ってきてびっくりしちゃったまあね、そのゲストに来ていただきたいと思います。はい、永江涼貴くんです。おお、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。すごい芸歴長い人の入り方芸歴長い人大体腰曲げて入ってたいいでしょ。これかこれです。あ、ちょっとケンスケンス、じゃあこれちょっと持たせてもらって番宣で何これ。パッと見どれが涼貴くんわからない。どれ。俺これですね。え、手前の。嘘じゃん。嘘じゃないよ。え、わかんない。女性役をやってるのが僕と前の2人か。そう、しんやくんが。あ、かわいい。めっちゃかわいい。いや、しゅんやわかるんよ。しゅんやったらうちらの中で疲れた時のアイドル役やから。そうだね、うん、疲れてくるとしゅんやマジで女の子に見えてくるんよ。しゅんやさ、すぐ膝の上乗ってくる。うわー、しゅんやん子犬みたいな男子校みたいですね。あ、ハーコンおるや。ハーコン見つけちゃった。いや、まあ言いますけど、青山オペレッタという作品。オペレッタ主演は誰になる。今回は僕が。すごい。僕が、はい。でも僕ツイッターに上がってるさ、携帯で撮ってるやつ、うん、脳が可愛かった。あれ持ってきました。違う待って、あのこれ公式でちゃんと出てるやつを。公式のメインビジュアルよ。あのね、びっくりしちゃうからおじさんがこれ可愛かった。今出てますよ、出てますよ。これバウンド出てます。めっちゃ可愛かった。これ可愛い。ありがとうございます。テンション上がるじゃないですか、こういう格好するとね。確かに普段しないから。確かに。まあ今回ね、そのメイクの話していくんですけど、その前に挨拶を。あ、そうだそうだ。じゃあ行きましょう。のりちゃんです。けんちゃんです。ゆうちゃんです。いくちゃんです。ながちゃんです。僕たちの遊び場。ちなみにこのどういう意図の芸歴長いよってこといや、そんな。いいね。まあさっきの話戻りますけど、はい、よく女性役をみんなやると思いますけど、今回の舞台で言うとさ、一番何が大変だったか。例えばアイラインが大変だったとか。でも減量。あ、ちゃんと絞ったんだ。減量っていうのは、じゃあ今食事制限してるってこと。玄米だけ食べてました、その時。あ、食ってたわ、幼い時。みんなでね、幼いの時にさ、弁当出るじゃん。はい。一人だけ玄米自分でさ、タッパーで持ってきて。あ、陽気君がってことか。そうそう、僕が。まあ、我慢して、美味しいお弁当我慢して。そうなんですよ。幼いのタイミングで撮影があって。撮影本番のだいぶ前にあるからな。そうなんですよ。僕から調整してたからな。そうそうそう。玄米で何キロ痩せたの。1ヶ月で7キロです。減量。意外とガタイゴツリな。めちゃくちゃバキバキだし、足も太いから、少しでも骨格が隠れるように。僕は肩出てないんですけど、しゅんや君逆に華奢なんで肩を出す。うわうわうわ、多分すげえいろいろ考えられない。ツルツルやん。ちょっとマジ綺麗。これ涼貴はさ、はい、角度とかも気にしてない。そうですね、まっすぐだと肩幅のね、胸板の厚さとかも全部出ちゃうんで、なるべくこう正面から映る、ここの長さが短くなるようにとかは、いろいろ指示をいただきながらやりました。これ何時間ぐらいかかったの、フル装備で。30分ぐらいだ。短いんだ、うん、嘘つくなよ。それは嘘だって。3、40分ぐらい。俺だって自分の男のメイクですら1時間ぐらいかかるんだよ。この人2時間ぐらいかかってんだよ。おい貴様よ。あれ始まった。俺これに2時間かかってるなら今日何時入りや。朝6時入り背中やろ。いや意外とでもみんなやってますよね、うん、でもさ、俺ほんとリアルタイムなんだけどさ、ツイッターでしか見てないからあれなんだけど、太田のもっくんがさ、あれ女装。クラス先生の原作ね。あれ女装。あれは女性役かな。和風な女性もできてる。こっち割とヨーダー撮影中の写真来たもん。今撮ってまーすって。そう、何してんの。女子やん。すごい。やっぱそれ話題だよね。後で見よう。でも、もっくんってすごい、マグダラっていう作品になるんだけど、それでもどえらい女性の役やってんだけど、もうすごいよ。そうだね。意外と似合うんよ。前も女性役やってて。そうだ、肩出してた。りんちゃん。違う。その、もう俺も言おうと思ってたよ。俺も女性役やってたんですけど、ちょっとクオリティが高すぎて。高すぎる。ただスタイルは俺の方が良かった。まあね。いや、スタイルは良かった。ボッキュン、ボッ。そう、もうすごかった。ちゃんとオッパーあったしな。やばかった。でもやっぱね、思った。ここも多分そうなると思うけど、男現場に男性が今唯一の女性役でいるから、でしかもその時俺は胸が大きい役だったから、みんな多分普段はできないから、めっちゃ俺の胸もむ。みんなとかね、お尻とかね、めっちゃセクシー。めっちゃセクシーになりましたよ、ほんとに。堀越勇気を筆頭に、あと鎌狩健太何やってんの。何やってんの。だから涼貴も気をつけてな。はるちゃん危険やな。はるちゃんはどっちにしろも男であろうと女であろうとも涼貴の涼貴おはよう。まあでもこれを30分でやるってのはすごい。確かにりんちゃん時間かかりそう。でもここ横に並んで同一人物ってのはちょっとまだ分かんない僕。でもちょっとやっぱ残ってるもんね、涼貴のさ面影というか。まあもちろんね、同一人物ですからね。でもやっぱあれやで、俺この間喫茶店入ったらおばちゃんに、
あんた女の子かと思ったって言われたで。何今こっちの話したの。俺も意外と女の子いけるでっていう。俺みたいな薄い方、童顔のはいけん。多分一組えらいことになるじゃん。あ、アラジン出れそうな。アラジンのって町の人で出てそうやな。なんかこう腰フリ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 する感じいけそうや。みんなで、ああインドで。何この制作の。でもあのなんかアニメとかでこの女性をやってみたいとかない？ゆうたろうチャレンジしたいやつない？でもそういうので最近好きなのはおかえりアリスっていうと、おかえりアリスは男の子が幼馴染と離れて2年後高校でまた再会してたのが女の子の姿みたいな、で物語が進んでいくみたいなのは、それはもう金髪ロングのみたいな、僕がまだやったことないやつなんで、実写は見たいの、そういうの面白そうだなと思います。最近めっちゃ多くない？ゆうたろうがよくわかんのかな、メイクとかの大変さとかは。確かに、ね、確かにりょうきくんは多分プロの方にやってる。そうですね、僕は自分僕結構自分でやったりもするんで。え、でもゆうたろう女性役やるときにはさ、ベースがやっぱ綺麗にしとかなきゃいけないの。でも男の子やっぱ陰影をつけなきゃ。陰影、まず骨格がやっぱ男の子じゃないですか。だからシェーディングで削って鼻とかほっぺとか高いところにハイライトつけてとかやらないと結構難しいんだ。難しいと思います。お前顔ちっちゃなった。ありがとう。お前やった。でも僕、そうだ、整形やったんだ。違う違う、びっくりした。マジか、ついに吐きましたよこいつ。思い出したんですけど、僕今日持ってきたんですよ。持ってきてください。整形を持ってきた。違う、整形したって言われるファンデーションがあるんですよ。あるの？そう、それも今日使ってるんですけど。ちょっと待って、いつから通販番組になってるの？この番組。いや、整形で思い出して、大事じゃないですか、需要考えて。やっぱ僕がおすすめしていかないと。まあ確かにね、してないんで。女性気になるわ。俺たちがその綺麗な女性になるためにこういうメイクをしてるわけじゃん。女性がやったらそのままいいってこと？いいと思います。僕が最近使ってるのがボビーブラウンのね、ファンデーションなんですけど。ボビーブラウン、めちゃくちゃええ曲歌いそうやな。R&B のね、モーニングルーティーンでやる女優の出し方、鏡だから。これ歌えちゃうんですよ。マークもかっこいいね。そう、これめっちゃ良くて、クッションファネだから密着力がすごいんですよ。だからこのマスク社会でも全然対応できるし。あ、剥がれないってことね。そう、剥がれない。よれない、よれにくいってやつ。これね、一ユキチ飛んでっちゃうんですよ。これ一個ね。これね。で、何するの？一ユキチ。あ、あぶー。一ユキチ。あ、あぶー。お金に関しては頼みますよ。キリマルぐらい。マジで？いいですか？でしょ？おくれ。しないだろ。でもだからそのぐらいね。いや、だから女性すごい。いや、すごい。そうっすよね。尊敬する。僕も女装メイクするときにつけまつげとかカラコンとかすごいなって思います、ね、でもそれを持ってない人でも代用できるみたいな。それがイニスフリーやね。そう、イニスフリーは1000円ぐらいでできんねん。あむらなき、そう、なんかフリー、はい、すごいね。そう、なんかフリー欲しかったな。アマゾンで買う、欲しかった。あと1個買ってたの、1個しかなかった。以上です。青山オペレッタという作品で、オペレッタ男性が女性役も全て演じるっていう劇団をテーマにした作品で、ちょっとこう歌ったり踊ったりもするし、分かりやすく言うと宝塚の全部男性版みたいなイメージだとちょっとピンときやすいかも。ぜひ見に来てください。いつですか？4月22日から25日、渋谷。あっちゅう前ね。